こんにちは、プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。さて、引き続きゲストは元ソフトバンクホークス、数々の伝説を築かれた松中信彦さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。プロ19年の生活でいらっしゃいました。はい、いきなりですが、はい、ライバルと思えた投手または苦手だった投手、はい、どなたでしょうか。いらっしゃいますか。そうですね、まあたくさんね、対戦させていただいたんですけど、はいはい、まあ皆さんが思うと思うんですけど、やっぱりこう大輔との勝負、まあ、松永大輔と勝負っていうのはやっぱ一番こう自分の中でワクワクというか、やっぱ対戦してて楽しかったというか、もう彼と勝負、もう常に西武とするときは必ず投げてくるのが松永大輔だったんで、もう毎回表ローテで来られるんで、もう絶対当たるんですね。そうですよね。でもその時にやっぱ自分がどれだけ打ててるかとか、はい、対戦して速いまっすぐを打てるか打てないかで自分のバロメーターというか、うん、今調子いいんだとか調子悪いかっていうのが分かったので、まあ、すごくそういう部分でもすごくプラスでしたね。やっぱり、はい、そうですか、はい、ワクワク、そうですね、やっぱり彼ももう本当にどれだけこう、もう打たれてもまっすぐで勝負してくれたし、やっぱそういう、こう力と力の勝負ができたっていうのはすごく楽しかったですし、その後はやっぱダルビッシュ君とか、うん、田中マー君とかも対戦しましたけども、それもそれですごく駆け引きで面白かったんですけども、その前のやっぱ松坂大輔っていう投手と対戦っていうのはもう本当の力と力の勝負ができたので、すごくワクワクというか楽しかったなっていう思いはありますね。はい、いろいろな伝説にもなっておりますが、平成唯一の三冠王 VS 平成の怪物、はい、通算成績覚えてらっしゃいますか。いやでも結構打ってると思いますそんなに苦手じゃなかったと思います。はいはい、発表してもよろしいですか。いいです、はい、130打数、はい、42安打、はい、12ホームラン、はい、打率3割2分3厘。そうですよね、やっぱり、うん、はい、あんまり悪いイメージはないです特にその中でも2001年まず、はい、バットを真っ二つに、はいはい、折られながらの右中間スタンドへのホームランというのがありました。はい、あの時は松坂投手もえっていうようなリアクションでしたね。いやでも自分もびっくりしました。あ、そう、どうやって打ったんですか。打った瞬間は感触は良かったんですよ。おでもそこからなんかこう肩が外れるみたいな、っていう感じになったらバットが折れてるみたいなあれと思ってみたら、はい、ドーンって入ってて、はい、と思いながら、そしたら多分大好きもみたいになってもうそので会長もみたいな、ね、こうってやってた写真が今でもあるんですけど、まあ、今のそのバットはミュージアムに置いてあるんですけど、ね、 あれは本当不思議でしたね。あのあと使ったバットのメーカーさんが分析をしたんですけど、わ、はい、からないと、なんであそこまで飛んだかっていう技術ですね。いや技術というかやっぱりこう僕はどっちかというとバットこう押し込む方だったんで、その押し込みが強くて、それかそのバットがでも普通折れたらこう斜めになるんですけど真っ二つになったんで、なんでそうやってなったかが分からない。詰まったらそこまで飛ばないですし、本当に不思議なそれぞれがはてなという、はいはい、もう一つは2005年の、まあ、伝説の3発、はい、1試合3本塁打、はい、もう神がかってました、うん、あれは、はい、まあ、あの時はちょうど4の4じゃないですかね、はいはい、4打数4安打だったんですけど、ちょうど一番大事な時期だったんですね、優勝争いの。でこっちは斉藤和美、はい、で向こうは松坂大輔、はい、エース対決でまた斉藤和美が打たれるんですよ、すぐ大事なところで。結構和美には結構僕ちゃんと打ってくださいって言われるんですけど、あ、そうですけどそれ以上に大事なところで彼もやらかす方で、そうだったんですね、はい、はい、なんで、うん、まあなんとか勝たないといけないっていうところだったんで、もうあの3本は本当に自信になったというかですね、全てまっすぐ、そうですね、もうあれは
本当にこう入団当初からですね、王会長にはもう僕にはもう口酸っぱくもう本当にまっすぐを1球で仕留めなさいっていうのをずっと言われてたんですね。なのでもうまっすぐファールしたり空振りするとすぐ怒られてたんで、当時ですね、はい、会長には、ええ、なのでもう本当にあの3本っていうのはもう本当にこう会長から教えてもらった通りに打てた3本だったので、もうあれは本当に会長も喜んでいただいたし、もうやっぱりあの3本で残りの野球人生はもう絶対まっすぐ待とうという、はい、やっぱりなかなかそうね、まっすぐをどんどんまっすぐホームラン打ってまたまっすぐ、はい、またまっすぐってなかなかないんですよね、はい、でもそれでも勝負してくれる松坂大輔がいて、そうですね、それを打ち返した自分がいて、はい、もうそれだったらもうさ残りの人生っていうか野球人生はもう会長に教わったやっぱりまっすぐを常に打とうというのはもうありましたね。そうだったんですね、はい、あの試合は当時そのヤフードームですが、はい、もう異様なもう雰囲気でだったんですか。そうですね、お客さんもやっぱりこう首位攻防っていうのもあったし、はい、もう大事な試合っても分かってるし、うん、で当選になるかって思ったらそうならないみたいな、うんうん、っていうところでやっぱその1本目打って、まあ、2本目が確か逆転のホームランだったんですけど、はい、それでこうちょっとこう盛り上がってきて、ね、でまた追いつかれてみたいな、うん、で最後打ったんですけど、はい、やっぱあれはすごくファンの皆さんも喜んでいただいた試合だったのかなと思いますね、うん、そうですね、さよならアーチを決めて、はい、そうですね、いらっしゃるわけですもんね。いや本当にもうあの一つ一つ上げていたらもう何時間あっても、はい、というところのご活躍でありますが、はい、まあ、その19年間プロで生活されたということももちろんあのすごいことだと思うんですが、はい、まあ、選手の後半といいますか晩年といいますか、はい、もまあ打撃の切り札として、はい、あのそういった立ち位置が変わられても長きにわたってホークスを支えていらっしゃいました。まあ怪我にも悩まされましたか。そうですね、ちょうど、まあ、2006年からですね、もう一気にこう体がいろんなところが痛めて、手術もそうですね8回ぐらいも手術したり、一番大きかったのはやっぱりその今を振り返るとやっぱり下半身の怪我っていうのがやっぱり大きかったなというところはすごくありますね、2006、2007年ぐらいからもう膝も手術して、はい、やっぱ膝を手術するとやっぱりこう走れなくなったりとか、今まで走って自分の体を鍛えてきたところがそこを無理できないっていうところで、やっぱりこうどうしてもこう下半身のパワーがなくなってくるとバッティングにも影響してきて、だんだん出場機会も減ってきて、その時にやっぱり勝たないといけないホークスだったんで補強、同じポジションに補強をしたりとかなって、まあ僕も二軍生活が長ったり代打になったりとか、まあただそういう中で僕は人生の中ではまあ良かったっていうのはやっぱりその代打のその難しさっていうのを勉強できたっていうのはすごく大きかったし、あのやっぱりそのずっと一線でレギュラー出てで辞めていくよりは二軍の選手と一緒に練習したりとか、やっぱそういう代打の難しさというところを一線で引退してたら分からなかったことを経験させてもらったっていうのは僕の中で大きかったなっていうのはありますね。腐らずにと言いますか、その いられた理由というのは何かあったんでしょうか。はい、いやもうファンの皆さんの声援ですね。レギュラーでずっと出続けた時とまだたまに一軍に上がって代打で出場しだった時の、はい、やっぱりこの声援の違いというか、やっぱり僕がもうそうですね、2010年11年ぐらいから残りの人生っていうか野球人生っていうのは、それまでっていうのはもちろんファンの人の皆さんの期待に応えないといけないっていうのもありましたし、はい、けどもやっぱりこの自分の家族だったり、うん、あの試合の方々のために野球やらないといけないっていうのもあったし、そういう意味ではだんだん少しずつ考え方がこう変わったというか、やっぱり今まで、まあ、96年に入ってずっと応援してくださったファンの人たちにもう残りの野球人生っていうのはもうやっぱり出場機会も減ってきてるし、やっぱなかなかパフォーマンスのもとこういいパフォーマンス出せない、うん、でも出てくるたびにすごい
声援をいただいてたので、はい、もうそれだけのために2軍にいた時もですね、あの声援を受けたい、はい、そういう声援のために結果を残したいっていうモチベーションだけでしたね、はい、もうそれはすごく僕の中で力になったし、もうそれだけでしたね。でもその声援に応え、そしてご自身でも雄たけびを上げられた2011年、はいはい、クライマックスがありましたね。もうそうですね、ずっとまあ2000あのクライマックスが始まった2005年から4年5年っていうのは全く出ずに、もう本当に大ブレーキで自分のせいで負けたようなもんでしたし、もうなんとかクライマックス打ちたいっていうのがあったんですね、でちょうどあの年、まあちょっと復活できたシーズンだったんですけど、ちょうど9月に涌井君から膝にデッドボール当たって、ちょっとこう骨折じゃないですけども、はい、ちょっとひびが入るというかいう怪我をしてですね、もうクライマックス間に合わないんじゃないかというところだったんですけど、ギリギリで間に合って、でもうやっぱし、もう代打っていうところだったんですけど、うん、本当にあれはなんだろうな、神がかってたというか、はい、もう本当にスローモーションみたいな感じだったんですね、はい、でもあの時に、ね、本当にこう久しぶりのこう地響きというか、もうファンの人たちのこの声援でこう地響きが来るみたいな、もうあれは本当に野球人生で本当にあの何本か入るっていうぐらい、あの自分自身も鳥肌立ったホームランでしたし、あ、少しは恩返しできたっていうホームランでしたね、あれね、はい、やっぱその前の年も確か負けてるんですよね、クライマックスで、だから余計に勝たないといけないってなったんで、松中信彦ここにありという、いえいえ、もう本当に、本当に、まあ、その、最終的に2015年をもって現役引退をされるわけですが、はい、どういった思いでご決断されたんでしょうか。そうですね、まあ、あの本当はやっぱりホークスで終わるっていうのが一番まあ良かったと思うんですけども、やっぱりその自分の中でその2軍にずっといたんですけど、体も絞ってですね、2軍でやっぱり結果を出てたので、はい、もう少し野球をしたいっていう思いがあったんですけども、はい、ちょうどやっぱその世代交代というか、もうずっとそこはこう僕の中でいつのタイミングで引退っていうしていかないといけないっていうのはあったんですけども、それ以上にその自分に嘘つきたくないというか、やっぱりこうよく言われるのが、もうできるんだったらやりなさいっていうことを先輩の方々に言われてたので、もう少しやりたいと、はい、あったんですけども、やっぱりこうどうしてもその球団の編成と、はい、やっぱり僕っていうのはちょっと違うっていうことを、まあ報道だったりとかでも、もう目になったんで、はい、まあ自分の中では妻とも話したりとかして、うん、やっぱりそういうこう目をかけちゃいけないというところで、ただこれ引退って言ったら多分後悔するから、やっぱりやりたいだったらやっぱ勝負かけようというところで対談させていただいて、ただ対談したんですけど、もう年も年だし、やっぱりそのダラダラするつもりもなかったんですね。で自分の中ではやっぱりこうキャンプに呼んでいただければそこで勝負したいと思うし、まあキャンプに呼ばれなかったらもう潔く、ただそこ前の半年っていうのはやっぱりもう悔いのないようにトレーニングをして準備をして待とうと思ってたんですね、で何を一番僕の中では決断っていうのはやっぱり目の衰えなんですよ、やっぱ最後一軍で出させて4三振したんですけど、はい、やっぱり2軍のピッチャーとやっぱ1軍のピッチャーは全く違くて、ボールのキレって今まで1軍で当たり前に打ってたのが、はい、やっぱり長く2軍にいると、その2軍のピッチャーのボールに慣れてしまって、目がやっぱり1軍に行くとやっぱボールのキレがあるんで、全くもうえっていうのがあったんです、正直。まあこれはもうしょうがないことなんですけど、まあでもそれも大会長もずっと言われて、会長も多分体は元気だったんですけど、目の衰えでっていうところがあったんで、まあそれは絶対来るものだと思うので、まあそこはあの自分の中で頭にあったので、やっぱ離れば離れるほどもう絶対難しいっていうのはあったんですね。だから体が元気だろうが間違いなく
目が衰えてるの確かなんで、そういう意味ではまあキャンプでお話がなかったらもうちゃんと自分で決断しないといけないっていうところだったので、まあ3月1日まあ大体2月末でキャンプ終わるので、まあここで決断するしかないって思って3月1日にまあ引退っていうことを言わせていただいたんですけどね、はい。でも数々の感動を松坂選手からいただきましたね。いやいやいや、まあ、いろんなことがありましてですね。僕もこういう性格なので、はい、やっぱこうどういう性格ですか？いやいや、もう熊本の人間というのはですね、もう、まあ、よくひごもっこすって言うんですけど、もう一つこうもうなんか人が僕がこれって言ったらそこに走ってしまうんですよ。だからもう本当にいろんなことがあったんですけど、はい、もういいことも悪いこともあったんですけど。なるほど、はい。まあこれはもう性格なんでもしょうがないのかなという、うん、反省を反省してる部分もあるし、そうなんですか、はい。まあでも反省を反省してるんですけど、もうなかなかね、よく YouTube での中では言うこともあるんですけど、はい、なかなか言えないこともあるんですね。あ、それはそうですよね、はい、なんでそれはそうです、そこはもうちょっとご理解いただいて、もちろんです、はい、もうホークスの中では僕が一番いろんなことを知ってるのでですけど、それを喋ってしまうと、はい、なかなかねダメなので、ここはちょっとご理解いただければなと思うんですけど、はい、でもそういう中で、まあ、いいことも悪いこともあったんですけども、僕の中ではすごく、なんだろう、いろんな経験をさせていただいたっていう部分では、第二の野球人生の中ですごくプラスになっているので、よかったなと思います、はい、いや本当に素晴らしい活躍を、はい、ありがとうございました。ということで、はい、チャンネルまた次回に続きますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。では皆さん、チャンネル登録をしてまた次回お待ちください。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。